皆さん、ドラッグリポジショニングという言葉知ってますか？あまり聞き慣れない言葉ですよね。で、実は、ドラッグリポジショニングというのは今皆さんが使っている、薬、こういった薬の新しい効き目、まあ、効能といいますけども、そういったようなものを発見して開発する、これがドラッグリポジショニングといいます。例えばミノキシジルという薬がございます。これは高血圧のための治療薬でした。でも今現在その薬は髪の毛の育毛剤として使われているんですね。で、このようにして今すでに使われている薬が新しい何か効き目があるんではないのかというのを発見して開発する、それがドラッグリポジショニングということになります。で、このドラッグリポジショニングの大きなメリットはですね、すでに国内認可が下りておりますので、臨床試験に費やすその時間とか日程、それからお金、コストですよね、そういったようなものを大きく節約することができるわけです。すなわちもうすでに安全性というものが確保されておりますので、すぐに利用できるという、こういった大きなメリットがあります。私は普段は将来歯医者さんを目指す学生さんにですね、口の中の生命現象とか生体反応、こういったようなものを教えております。口腔生化学という分野です。私の今行っている研究は歯が再生できたらというような、こういう大きな夢を持った研究を行っています。例えば皆さんの骨、骨折をしますと骨は元通りになります。しかしながら歯は抜けてしまいますと、もう二度と再生することができません。ですから皆さんは、差し歯とか入れ歯とかインプラントといったような治療が必要になってくるわけです。でももしですよ、自分の歯が再生することができたら、自分の人生一生を通してご飯を美味しく食べることができますよね。私はこういった夢を持った研究というのを行っています。そして先ほど説明したドラッグリポジショニング、これを活用してある麻酔の薬、麻酔薬を歯の細胞に入れてあげると、私たちの歯の母体である象牙質、これがですね、ひょっとしたらできるのではないかというような研究を行っています。こういった歯科治療に携わる研究は、皆さんが将来その歯医者さんの免許を持っていても持っていなくても、こういった研究ができます。一番大事なのは好奇心、それからチャレンジ精神、そして自分が夢を持つことにあるかと思います。ぜひ自分の夢を見つけてください。